そこの大雪山を空撮したいと思ってます。まあ、今ちょっと雲かかっちゃってるけど、まあ、明日の朝晴れることを祈って。西の方から風が吹いてきていて、高い山とか遮るもんがなくて、大雪山で斜面に風が当たって、その上昇した風が雲になっていくっていう、斜面に海側から風が吹いてる場合はこういう雲ができやすい。最高のコンディション撮影するには、ただ離陸するにはね、無風は難しいんで、ちょっと最初苦労するかもしれないです。ちょっとドキドキしますね。大雪山の上を飛ぶ。自分がこう事前にチェックしてよし完璧と思ってても、それでも止まるときは止まるんで、想像できない事態が起きたときにどう対処するかっていう、空で常に考えながら、ここでエンジン止まったらどこに降りようとか、常にそういうのはね、意識しながら飛んでます。自分が責任を持ってやるっていうものですね。思ったパラグライダー、万が一山のどっかに不時着した場合に使う用のサバイバルキット入れておきます。ヒグマがいっぱいいるんで不時着はしたくない。疲れた。今回の旅が東京から1500キロぐらいひたすら走ってたどり着きます。まあ、寄り道したりしてますよ。実際直線距離でもね、1000キロぐらいはあるんですね、東京から。いや、最後の最後で最高の景色が見えました。いい写真も撮れたと思います。撮った写真を見せて、これ日本なのって言ってびっくりされるような場所で結構いっぱいあるんですね。で、そういうところ、ここ、まあ数年撮り続けてきて、まあ、ある程度日本はいろいろ見てこれたかな。まあ、もちろんまだ見れてない部分たくさんあるんですけども、もう一回そろそろ世界に出たいなという思いもあって、まあ、海外に目をもう一回向けた時に、じゃあどこ行こうかって考えて、七大陸最高峰やっちゃおうかっていうプロジェクトをね、今準備しているところです。